はい。ちょっと疲れてしまったんで帰りますね。オンゴであります。高正町だって。宮本町、ここを右に行くと藤岡の群馬藤岡の駅です。
はい、ララン藤岡まで戻ってきましたよ。 200m 左折。南右ですよ、一旦左行っちゃうとまた戻っちゃうから。わー、ウインカーは出さなくてもいいよね一応出そうか。やらせ橋を渡るとね、高崎市なんですね。アラス川を渡りました。直進の矢印が出ています。
これね、光線の加減によってね、見えない時あるから、これ困るのよ。映像にするとですよ。人間の目では見えてますけど。矢印が出ています。あ、黄色になりました。はい、金属工業団地直進矢印です。でもこんなに複雑にしてあれだよね、青信号になってる時ってあるんですかね。青の直進矢印出したり、出る時あるでしょうね。オープンしましたかね。目立つんだね、遠くからね。マルコちゃんの家族の写真、写真じゃなくて絵が、絵がお店のところに並んでるんですけど、面白いね。ちびまる子ちゃんの家族の顔が、はい、ケース電気。
にしてないんだね。はいはい。っていうのは不思議なもので人間の顔っていうのに反応するんですね。